フェンディタービーズプロジェクトリバースリボーン。どうもゲストの皆様こんばんは、だけんです。さて今宵もタービーズの超特急シリーズ実況していこうかなと思います。正面から来ましたね。はい、カメラの真横を通りました。こちらですね、海外の人気なキャラ、タビーですね、あれが怪物化して追ってくるっていうホラーゲームになります。はい、今回どこのステージで遊んでいきましょうか。一応目ついたんでこれやっていこうかなと思います。ホスピタル、病院ですね。目ついたんでやっていくってなんかヤンキーみたいな姿勢ですね。はい、やっていきましょう。あれ、これペニーワイズが出てきた病院だよね。はい、イットのさ、ホラーゲーム2でやりましたよ。はい、安定的にここにクソまずそうなカスタードがありますね。はい、取ってみましょう。はい、こん、べぇしょまい、いつもの流れであのタビーカスタードをなんかいじってたらぶっ飛ばされましたね。ごめんな、ちょ、ボケで言ってたんだよ、申し訳ねえ。ぶち切れましたね。俺の飯になんてこと言うんだっつって全然美味しくなさそうじゃんだってねえ。うわーって怒ってるけどさ、どうやって俺のこと見つけたの。はい、こんな感じでああいうね、もバカ来たなお前、そう元はか、おい、ここむずいぞ。全体図かっこいいね、この仁王立ちしてますよ、ほら。俺が死んでる。ざまってなってますね。はい、ここなかなか難しいですね。一発目に引いてしまった。そう、スモールサイズはこんな感じで敷地が狭いんだけどのね、難しいんですよ、すぐ死ぬ可能性があるんでね。はい、あー、ちょっと待ってよ、ここでこうやってうまく巻けばいけるんじゃないか。うん、 OK、 やっていきましょう。そう、スレンディフレディとかでも確かこのステージやった、よく使われてるマップなんでしょうね。うん、はい、いろいろとありますよ。え、なんでわかるんだよ、どうで俺のこと見たんだあいつは。ちょっと待ってよ、どっち側から来る、ここに隠れようか。ありました、よし、ここあって、さあこっち側も確かめていきますよ。ちょっと待って、そろそろ来そうな気がする。来るか、バレてないね。なんか見逃したパターンのさ、またやつが俺のことをさ、見逃した時の声とかないからさ、ややこしいですよね。見つけた時の音声はあっても、見逃された時の音声はないと。はい。見つけてないなら泣かないでよ。ビーン！ちょっと待てよ、これむずいぞ。いけるかな？最初こっち側から行く？はい。これはスピード命だぞ。エレベーターの中にもあんじゃん。はい、ちょっと待て、おい待て、いるぞ、今のうちに取っちゃおう。よし、 OK、 あいつが行った奥2部屋ぐらいは後々に回しましょう。こっち一回行こう。はい、やつが、あ、戻ってこないね。よし、もうちょっと時間経ったら来るのかもしれない、その隙に一回行っちゃおう。さあ6個目、なんでだよ、普通わかんねえだろ、なんでわかっちゃったの。はい、こっち行かないね、ない、ここはあった、8個だけど、これいけるかな、ギリギリじゃない、あ、9個、よし、 OK、 あと1個、これ曲がり角、よし、 OKOKOK、 あ、こっちじゃねえ、あああ、と1個だったのに、やめてくれよ、ピンクバーバパパみたいな色してますね。はい、ちょっと気を取り直していきましょうか。ここはクリアしたいね。さあ最初が肝心よ、頑張ってね、タビちゃん。さあさあさあ、よし、 OK、 3つ取りました、4つ取りました、これが最後だったんだな、多分こっち行かないですよね、おそらく。何してんのお前、ちょっと待って、ずるいぞそれ、なあ、ここで巻きましょう。はい、はい、オッケー。さあ、これねえだろ、お前。あれ、おい、嘘だろ。なんだよ、それ、ずるいぞ。ちょっと、最初のステージからこんな苦戦してたら、絶対違うペースやつ。はい、ちょっと母国語が出てしまいましたね。最初からこんな苦戦してたらさ、なかなかこれクリアできないよ。大丈夫？あれ、こっち1個あったっけ？
一応見ますね。あーそうだ一個あったんだめっちゃ見られてんじゃん俺、はい、ちょっと舐めてましたねここのステージ。とりあえずやつのスポンジはあそこの病室の一番奥だね、はい、え今までもうあーここアンチだ去っていいよほらあっち行ってくれ頼むから帰ってくださいねえ、なんでよ、どいてくれよ。これ絶対回避できねえよな。エレベ、あ。どこ見てんだよ、お前は。それ冒頭から難しすぎだって。これクリアできんのかな？そう、このゲームね、基本的にクリアできない時も結構多いんで。その辺もね、気をつけていかないとね、ダメなんですよ。取って。よし、OK。ここの回は全て取りました。さ、全てじゃないか。いや、すべてか。よし、OK。これで降りて一回も一気に行っちゃいましょう。あ、待って、これ。勝利の光が見えたんじゃないの？あ！待てよ。こっち側取ってから向こうの病室に向かおう。いや、これいけるかな？どう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 。ちょ、一回ここに登って。来るなよ。あと一個。よし、OK。失礼いたしました。さて、取り乱した件ではありますが、お次のステージ、早速やっていきましょうか。次どこかな？はい。この辺をやったもんね。これ前回象のさ、声したタービーが追ってきた場所だよね。はい。下水溝の。あとは、これは宇宙ステーション。こっちやるか。はい。これやってないよね、あんま。そうだね。今確認したらこれもう全部終わりましたね。はい。じゃあ次こっち行くぞ。このブルールームも気になりますが、いやー全体的に気になりはしますが、これやったよね確か1個だけ。じゃあこれやっていきましょうか。ザ・ランド・オブ・クール、はい。どういったステージなんでしょう。インナー結構広大な敷地にクソまずそうなカスタードが配置されてるんですよ。えまたボケをかましていたらなんか変な BGM が聞こえましたよ。やつがなんかほざいておりますね。はい。てか待って、なんか緑の地図、はいやー何あれ、激早じゃん。超特急とかそういうレベルじゃないよ。なんだあいつ。遭遇したい、遭遇したい。あ、来てるこれ。あ、来てる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 。なにこれ。貫通してったね。やられねえんだ今回は。はい。ちょ、BGM ね、これ危ういんで変えております。最初だけね、一瞬こんにちはしましたが。はい。浮いてるね。やつにちょっと見つかってみるか。一発目だし。はあ、こっち巻いて。早いね、この子も。これ一回見つかったら終わるパターンだ。緑色の子は何でしょうね。はい。てか、空綺麗だな。何ここ。地球ではないってことわかる。あれ見失っちゃった。あっちか。お、止まったぞ。ほら、こっち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 。ほら、ここにいるぞ。はえー、待てよ。うわあ、一瞬や。待て待て待て。吸血鬼みたいな顔してる。逃げよう逃げよう逃げよう。いけるかな？なんでここもやがあんの？眩しい。めっちゃ眩しかった、今。すげえ。あ、ちけえ。食われる。逃げよう、逃げよう。山に逃げればさ、大丈夫じゃない？はい。はい。はい。常にこれさ、なんか煙が俺から出てんのかな？それとも地面から出てんだ？あー、多分そうでしょうね。ちょ、待って。若干向こうの方が早いか、もしくは同等ぐらいか。ちょっと道を間違うとこれは死ぬぞ。あ、これいけないんじゃないの？いけることを願おう。いけた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 。残念だったな。あと3つ。もうすべて見えてる。残りの3つすべて視野の中に入ってます。はい。来てる？あ、来てるね。さあ、彼はちょっと距離がありますが、いけるかしら？こっち取ってからにしよう。さっさっさ。はい、ラスト。待てよ、これまずいんじゃないか。大丈夫か？あ、ギリギリ大丈夫そう。よし、オッケー。やつから出てるんだね。ほら、最後バレようぜ。ほこちゃん、おいで。私はこっちだ。めっちゃ早いって、緑。サボテンダーみたいな感じですよね。オッケー。さあさあ。はい、おしまい。さあ、次はどこのステージやってきます？
先ほど気になってこのブルールームやってこうか。さあ行きましょう、ブルールーム。眩しい。めっちゃ眩しい。何これ、ガリガリ君？床一面にガリガリ君が敷かれてますね、皆さん。いなくない？モンスター。あ、いたな。あっちにいるぞ。とりあえず見に行こうか。え？なんかずっと止まってない？あ、なるほどね。一回停止してたんだ。はいはい。いや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 。ディフィカリティイージーってさっき書いてあったけどさ、全然イージーじゃない、ここ。このゲームの表記マジで適当だな。当たった試しがね。そう、ステージの広さもスモールなはずなのにラージっていうのもあるんですよ。青のやつだね。はい。ちょっと色合い濃くなった青いタービーだ。気づけ。気づけよ、さすがに。はい。ないね。これ霧がかかっちゃってて、タービーカスタードのあの影が見えないですね。はい。じゃあせっかくなんで終わりましょうか。ほら、こっちよ。おいで。細っこいね。すごいずぶとい声出るね。うん。ちょっと待ってよ。早いな、お前！めっちゃ早い。もうめちゃくちゃ早いぞ。ちょっと待て待て待て。やつがあっちにいる。これバレたらもう終わりですね。はい。あれ？ 2 体いるわ。ちょっと見ましょうか。おいでこっち。まず1体。他にもいるかな？いや、見渡した感じない。向こう側にいるんですよ。1体。いや、早いって。オタク。おたくちょっと早ない？あ、ちょっと待てよ。こっちの1個取ってから行きたい。すぐいで、超特急。想像以上に早いぞ。じゃあ先にやつを見に行くか。はい、あの子早すぎるんで。あの子はそんな早くないでさ。僕はそうみたいなの？この一面ガリガリ君の世界でどんなやつがいるにも一緒。さっきの子に羽が入っただけ。そして若干目が光ってる。逃げて逃げて。あ、待って！俺は、おーってか、ここのステージ3体いる。うん。最後見えたわ。2体見えたの、別のものが。はい。お前も来んだ。かわいいな。よし。ちょっとかわいい子はほっといて、もう一回やりましょう、このブルールーム。いたわ、3体。あそこに1。あそこに2。ほら、3。いっぱいいるわよ。うん。3体だね。マジか。もう1体どんな表情してるんでしょうね。あ、この子か。どうも。頭にパスタ乗ってるよ。ねえ、グラタンの中に入ってるこういうパスタありますよね。はい。なんかパスタの周り、ハエみたいなの飛んでない。一粒飛んでますよね。あ、取り逃しちゃった。バレてはいますが、まあいけるっしょ。かわいい。このステージまんべんなく探さないといけないタイプだ。さっきのさ、一個前のステージ、砂漠のところはさ、開けてて、全体が見えたじゃん。そして全部のカスタードも見えたんで、ここのステージの場合は霧がかかると、カスタード自体のね、その影が見えなくなっちゃうんですよ。なかなか難しいよ。うん。ディフィカリティイージーってのが本当に嘘なんじゃないかっていうぐらいのね。目を疑いましたね、先ほどの。はい。この子はそんな遅くないね。うん。いや、ちょ。結局、早いになっちゃってる。まあ、確かに早いけど、そんな早くはない。うん。逆で言っちゃいましたね。ちょっとずつ反時計回りに、こう、外側から埋めていきましょうか。あるかな？こうやって、確認しながら、行った方がいいかもね。さあさあさあ。あ！ここって逃れられるんだね。やったです。カスタードがね、早くあれを食べないと禁断症状が出ちまう。カスタード、カスタード、カスタード！ちょっと待って、俺外回りない。どこだ？2個しか見つかってねえぞ。何、難易度イージーって。どういうこと？あいつら仲良しか。めっちゃ隣り合わせてたよね。いや、ねえなあ。あるのこれ。本当に。残り8個ある？うん。本当にないっていう可能性がありますからね、皆さん。あ。あったっぽい。あったあったあった。ようやく3つだよ。何ここ広っ。てへんな。どうするんだってばよ、これ。え？
そう、アイスラの位置はわかるんだけどさ、カスターの位置わからして。この主人公にわからしてくんねえかな。ねえっすよ。マジで。こうやって近づかないと出てこないのよ、カスタードちゃん。うん、何回説明すんのこれ。完全に俺記憶から抹消されて同じこと説明しますからね。そうね、僕数秒前の記憶消しとくんで。はい。あ、ありましたね。ただ同時に奴がいる。あの子は遅い子だっけ？早い子だっけ？どっちかだよな。羽が生えてる子は、もうそんな早くない。いやー、どこにあるんだよ。全然見つけられないよ。4個だよ、まだ。ねえ、あと6つもあるの。あった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 。よし。何ここの床。やばい。床に八つ当たりしてしまった。申し訳ない。よし。今回はね、旅カスタードとこの床に MVP 賞をあげましょう。あったあったあった、来た！これ1個見つけるのに一苦労だな。はい。あと4つ。クリアしたいね。あった。7個目だ。何見てんの？マジで！やめてよ！ちょっと不注意でさ、くるくる、こう回りながらカスタード見てたらさ、これ見つかっちゃったよ。もういいわ、全員に見つかって終わろう。あとさ、前回か前々回にやった、闇のステージ。そう、松崎しげるさんのステージ、あったな、一個。そう、そこのステージをもうちょっとやってみましょうか。はい。さあ、全員集結しますよ。3兄弟。あー、全員揃った！うわはは。3体揃いましたね。兄弟仲良くしなさいよ。あ、待って！ 1 個あったじゃん、右側に！行列ができてる。これこれ、ザ・ドリーム。そう、ここのステージね、ほんの少しやって終わっちゃったんですよ。はい。ひょっとしたらここにもさ、シゲル以外のモンスターがいるかもしれませんから。はい。彼、エミみたいなもんなんで。さあ、ちょっと向こう側に1体まずいるんで、拝めましょうか。同じような感じだよね。さっきのガリガリ君のステージとさ。先ほどあそこのステージ見て、ここ思い出しましたからね。もう、すごいわ。一人会話。ゴリラが来た。あー、結構早いんだよね、この子。はい。ちょっと待って。夏のね、見えない階段があって、MK 階段があるんですよ。そこで引っ掛けるしかないなっていうところではありますが、もうこれ無理ですね。他のモンスターいねえな。今、ざっくり見渡してるんですが、うん。見当たらない。チケチケ、めっちゃチケよ。そう、このモンスターね、自分の体は灰で真っ黒なんですが、ポケットの掃除とホワイトニングだけはね、しっかり行ってますからね。ちょっと待てよ。しばらく走ってるんです。チケめっちゃ近かった。さっきより迫ってるな。ちょうどどこにあるのかしら。カスタード、私の可愛いカスタード出ておいで。さっきあんな突っ込んじゃってごめんなさいね。動画上突っ込まずにはいられないのよ、私。悪気はないのよ。この勝負が終わったらカツオ兄ちゃんのもみあげの佃煮を食べるです。全然ねえじゃねえかよ。マジでね、ガリガリ君のステージより難しいぞここ。はい、ここのステージ難易度見てみます。はい、じゃあ押せって。だから前も突っ込んだけど、攻撃の一振りが一歩押せんだよ。俺もうすでに倒れてたからな。ザ・ドリーム。はい、ラージ、難易度ない。はい、ということで今回、話してるんだって。はい、タービーズの超得シリーズ実況しました。この動画、このゲームがちょっとでもね、面白いと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくね。そして次回、最終回、とんでもないステージが待ち受けております。はい。そちらのステージ、楽しみという方もぜひ高評価で教えてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。